さて、今回は元三王六エア M の回転音のお話、XS と回し比べてたのですが、イオンがすることに気がつきました。何かがおかしい。354MV2 の時の90度ごとの、ポコポコの引っかかりと似ている。どこかに段差がある感じ。段差があるとしたらコーナーかエッジのマグネット、その辺が疑われます。押し込んだりしてみますが、変わりません。はぁ？まずこの段差は大きすぎるかも？マグネットを押したらかえってひどくなる。黒部分がかえって飛び出した？ここの段差がさらに広がる。分解してどこで擦れているのかを確認します。こっち半分はあまり引っかからない。こっち半分は？摩擦音がする。そんなに段差は感じない。ここに段差がありますよね。黒い部分を押し込んでみます。まだここだけ引っかかる気がします。回し込んで削るしかないのか？コーナー側は目立ったズレはない。修正方法です。これくらいずれているもので押し込んでも直らない場合。エッジの表面を外します。ここまで差し込んで押し込むと爪が外れます。反対側も同様です。ここに爪があるので、こう押し込めば爪が外れます。ここが外側に向かって反ってしまっているので、それを直します。
内側に寄せて治るならいいですが、治らない場合があるので、その場合はマグネットを外して、黒い部分の穴を広げます。上が引っかかって、黒い部分が止まってしまうことがあるからです。外し方は、表から軽く押します。上側の黒いものを手前に少し押すと斜め上に外れます。外側が平らな面です。内側は少し丸まっている。磁石のカバーもかかっていない。小さいハサミを用意して穴の内側を削ります。ほんの少し削れば十分です。特に上側を削る。平らな側を外にしてはめ込みますが、エッジの内側ではなく、外側からはめられます。内側から入れるとまた広がってしまいます。あとははめるだけですね。これでも治らない場合はコーナーです。コーナー側のマグネットは、少しへっこんでいるくらいがいいようです。そうしないとエッジ側にへっこみがあった時に、そこにはまってしまいます。コーナーのマグネットは外側から内側に抜けます。組み立て時には外側からはめていると思われます。356X とか XS の時は良かったのかもしれませんが、356MV2 や 356AM の場合は、エッジマグネットの面に段差がある場合があるので、少しでも出っ張っているとそこに引っかかります。平らになっているよりは、ほんの少しだけへっこんでいた方が、エッジ側のマグネットと干渉しません。エッジ側はへっこむことがほとんどで、飛び出すことはあまりないからです。わかりやすいように、分解してからやりましたが、分解しないでもある程度は調整できます。ほとんど問題ないと思います。イオンがする場合はまずコーナーのマグネットを押し込んで治るかを見た方がいいと思います。分解もいりませんしね。治ったと思います。皆さんの参考になれば幸いです。それでは今回はこの辺で。
ご視聴ありがとうございました。